青バトは、ハト目ハトか青バト族に分類される鳥。かつては、キジバトと同様に、ヤマバトとも呼ばれていたようである。また、首相名は、テミンクがシーボルトへ、懸命したものである。中国、台湾、日本本州、四国、九州で繁殖する流鳥。北海道では夏鳥、南西諸島や台湾、中国では冬鳥。全長33センチメートル。 名前の通り全体的にオリーブ色だが、オスは頭から胸にかけてが黄色、腹はクリーム色、肩から羽が暗赤色。一方メスはそれらの箇所もオリーブ色である。交際は青色。紅葉樹林や新興根光林を好み、単独から多い時は10羽程度の群れを作って行動する。オーアーオー等と聞こえる、独特の声で鳴く。 樹上に木の枝を束ねた皿型の巣を作る。植物食で果実や種子等を食べる。6月頃に乳白色の卵を産む。一服卵数は2卵。現在、繁殖が確認されているのは日本のみ。比較的身近な鳥でありながら、その産卵修正などが発見されたのは戦後以降のことである。森林に生息しているが夏から秋にかけて海岸に、 現れることもある。その理由は、塩分やミネラル補給のためと考えられている。小樽市や神奈川県大磯町の海岸などでは、青バトが連日、群れで、エンド飛来し、海水を飲む行動が頻繁に観察されている。この行動を行う場所はほぼ固定されている。その際、お葉から下半身にかけてを、意図的に海水につける、おつけという行動を行うことが知られているが、 なぜそうするのかは明らかになっていない。海水を飲む際には高波に飲まれたり早草に襲われて命を落とす個体もいるという。なお、当然ながら海のない地域の集団は海水を摂取する行動は取らない。ありがとうございます。